若い人だったらハンドル付け講習として、けれど、その重要の数がいる。で、上に2つありますのが、制御剤の劣化特性を、検証するための、データを取るための、実験装置です。それからこちらにありますのが、船舶自動識別装置のアンテナです。このアンテナが軌道上で、こちらの方向に展開されています。で、反対側にもやはり同じようなアンテナがもう一つついていて、展開しています。それから、この装置が、QCM っていう水中発信機の周波数がずってくることによって、この中に、コンタミン微小な植物がどの程度つくかを計測できる装置です。ですからこれ今試験中の時に火入れたり、車上で火入れて、それから軌道上でも火を入れて、どの程度、付着していくかはデータを取ることになっています。で、今も取っています。それからこれが、GPS の受信アンテナです。それからこれが、S バンドの受信機のアンテナです。それからこれが、アナログの対応センサー。私たちのハンドメイドです。この衛星、先ほど早くローコストで仕上げるために、例えばこういうものは私たちが作っている、センサーを作っている、それからこの GPS の受信機とか、このアンテナ、これらは車載用の車のアンテナ、あるいは GPS 受信機を改造して宇宙用に使っています。ですから非常にローコストでできるというところです。はい、これはデジタル太陽センサーといいまして。視野方向が上なんですね。それに対してこう傾きの角度、太陽の方向を検出するんです、2方向。これはアナログですね。アナログは頂点からの開き角しかわからないっていうことです。